歴史変えてきたやつは絶対勇気持って前進したやつだけだからな。今日俺たちは歴史変えよう。 OK、 よいしょ。風にたなびくあの旗に、いにしえよりはためく旗に、意味もなく懐かしくなり、こみ上げるこの気持ちは何。胸に手を当て見上げれば、高なる血潮を誇り高く、この体に流れゆくは、気高きこの国の御霊。三笘、勝負をかける、勝負をかける、間、南野、クロスが来た。優しき母の声、背中に強き父の教え。日本大会、日本の時間もらった。恐れるものがあるだろうか。出し切れよ、絶対出し切れよ、全部出し切れよ。絶対俺の方が勝ちたい気持ち強いからな。全員行こう、行くぞ。ひとときとて忘れやしない、帰るべきあなたのことを。ちょっというぐらい、伊藤純也が、そう、待って、打てる、前が入るよ。斜めのボール、田中碧、堂安、堂安、またいで、縦に行って、中に預けて、シュートは堂安、やった、
ベルギーの試合から1617日、4年間半、もうこの日のためにやってきたよ。この日のために、俺たち試合だぞ。全員で勝って終わろう。 OK、 よっしゃ、行くぞ。季節外れの桜のように、冬に負けない人になって、苦しい時こそ根を張って、春を待たずに咲き誇ろう。
始める。それはそれは空を越えて、やがてやがて迎えに来る春よ、遠き春よ。まぶた閉じればそこに愛を、嬉しい君の懐かしい聞こえがする。吉田選手はキャプテンとしてとてつもなく大きいものをずっと背負ってきたと思います。この4年半振り返ってどうでしょうか。毎日毎日この壁を破るために4年間いろんなものを取り入れてチャレンジしてやってきたつもりなんですけど、結果が最後出なくて本当に悔しいですね。ただドイツを破りスペインを破り日本のサッカーは変わっていると思います。いかがですか。多くの子供たちがこの試合を見てサッカーにこう夢を馳せてときめいて、またサッカー選手になりたいと思う子たちが増えて、その子たちがいずれワールドカップに出てこの壁を破ってくれることを期待してますし、自分もその日本の成長の一端を担えたのなら嬉しいですし、これからもそれは続いていくと思うので、どんな形であれ貢献していきたいなと思います。ありがとうございます。懐かしい聞こえがする。